クリスチャン・ビルケランド・クリスチャン・ビルケランドはノルウェーの物理学者である。オーロラが太陽からの家電粒子の大気との反応であることを示し、実験室でオーロラを発生させた。発明家としても様々な分野の特許を得た。世界的な名声を得て7度ノーベル賞の候補となった。 1994年発行のノルウェーの紙幣に肖像が採用され、ノルウェーでは有名な科学者である、オスロに生まれた。18歳で最初の科学論文を書くなどの才能を示した。30歳でオスロ大学の教授となったが、その興味は学問にとどまらなかった。1905年、サミュエル・アイデト後に大企業となる、ノルスク・ハイドロの設立メンバーとなった。 実用化されなかった発明の例として1900年に電磁力で砲弾を飛ばす電磁砲の特許を得てデモンストレーションを行ったが結果は実らなかった。砲電による空中窒素の固定の実験も行った。オーロラ研究の分野では1899年から1900年にノルウェーの高緯度地域の探検隊を組織し知気の測定結果を得た。 真空中の陰極線と磁場の実験でオーロラを実験室で再現した。1913年に宇宙空間が高速の電子やイオンで満ちていることを予測した。1917年、日本滞在中に東京の上野西洋圏ホテルで睡眠薬の量を誤って摂取し死去した。自殺したとも言われる。この事件を寺田虎彦は随筆 B 教授の詩に書いた。 ありがとうございます。